のゲーマーズ。舞台上、鬼気迫る表情で見せるのは女優浅野温子。引け、もう一本。様々な声色を使い分け、幾人もの役を演じる一人舞台。神社などを舞台に女優業とは違った一面を見せる読み語りが今年で10周年を迎える。今回の舞台は出雲大社。現在60年に一度の神様のお引っ越し、平成の大遷宮が執り行われ、その祭りの真っ只中。今回ノンストップではこの歴史的なタイミングで出雲の舞台に立つ浅野温子さんに独占密着。その舞台裏と読み語りにかけた熱き思いに迫る。僕は死にません。あなたが好きだから。私を幸せにしてください。浅野温子さんといえば、101回目のプロポーズをはじめ、さまざまな名作に出演し、一世を風靡した大女優。そんな彼女が現在ライフワークにしている読み語りとはどんなものなのか。よろしくお願いします。まずは縁結びの神様としても知られる大国主の狼が祀られる神社を参拝。二杯四拍手一杯。神は稲葉の白ウサギなどにも登場し、大黒様としても現代に親しまれる有名な神様。この神様こそが今回浅野さんの舞台に登場する主人公。いわゆる出雲のお社の、ご創建の時の成り立ちのお話なんですけれども、なぜ大国主の狼の、お社があんなに大きいのかっていうことのある種の謎解きのお話になってるんですけども、物語の元となっているのは日本最古の歴史書古事記。浅野さんの舞台はこの古事記や日本書紀をもとにオリジナルで創造されたもの。これまで全国各地の神社でその土地に伝わる神話をもとにした読み語りを行ってきた。だんだん日本人の稲葉の白ウサギとか山田のオロチなり、日常にあったお話っていうのがどん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 なくなってる。もうそれとあと年配の方も忘れちゃってるみたいなところで、あら、それって残さなきゃいけないことじゃないかしらみたいな思って、自分が動いて皆さんにお話を再発見していただいて、知ってもらってつないでもらえたらいいなっていうのが、まあ、きっかけです。その舞台の特徴は余計な演出を削ぎ落とした完全なる一人舞台。小道具や衣装などを省き、和楽器の調べに乗せた浅野さんの語りのみで物語は進行する。今回の公演もいつも通りワイシャツにジーンズ、そして裸足。観客の想像力を妨げぬよう最大限にシンプルな表情にこだわっている。自分のこのスタイルになるまで非常にやっぱ10年かかってきたんですね。ある種こういう景色みたいなものは一切決めないで、とにかく自分の気持ちでやらせてもらえますかみたいなところから始まったんで、だからお互いライブでお互いそういった意味で勝負ですよね。リハーサルはたった1回の通し稽古のみ。
本番の舞台で湧く感情を最大限に生かし、ライブ感にあふれた魂の舞台を繰り広げる。一つとして同じ舞台はない。10年間共にこの舞台を作り上げてきた名優は浅野さんの魅力をこう語る。ある種その本能的なっていうか野生の人みたい、直感力とかすごいんですよね。やっぱりそれがほぼ大体正解なんですよ、いつも後で振り返ると。だからもうついていくだけだなみたいな。舞台当日、会場には多くの観客が集まった。これを見たいがために参りました。これで浅野温子さんの話読み語り3回目なんですけども、心に迫るものがあって非常にいいと思いますけど。多くの人々が期待を寄せる中、緊張した面持ちでスタンバイする浅野さん。そんな彼女にはその土地土地ゆかりの物語を伝えることにある特別な思いがあるという。東北の震災の時に、岩手に行かせていただいて、その時にやはり自分たちのこの土地の物語っていうのはなくしちゃいけないっていうことをものすごく強く言ってくれて、だから自分たちはとっても誇らしいところにいるんだ、そしてそこにはこんな素晴らしいものがあるんだっていうね、その土地が地元が好きでいてくれるようになれたらいいなって思いますね。いよいよ本番、浅野温子魂の舞台が幕を開ける。その土地の神話を伝承し地元の素晴らしさを伝えたい。出雲大社を舞台に浅野温子魂の舞台読み語りがいよいよ幕を開ける。物語ではかつて48メートルもの高さがあったと伝えられる出雲大社の本殿がいかにして建てられたかが語られていく。俺たちは大名持様のために働きたいんだ。私もだよ、何でもやるから言ってください。古事記に記された神話を子供から大人まで飽きさせぬよう浅野流の解釈で分かりやすく伝えていく。今日こそそれを見返してやろう。さあ引け、さあ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 、そして浅野さんの圧倒的な表現力によって遥か昔の神話の世界に引き込まれ感情移入させられてしまう。今の名は出雲大屋城、ここ出雲大屋城にお住まいになっておるのじゃ。こういった読みかかりはすごい初めてだったので、地元に住みながらも知らない点とかたくさんあったので、せっかく出雲に住んでるのですごい歴史とか神話とかがあるっていうのを子供が知ってくれたらいいなと思います。すごいとこに住んでいるんだっていうのを分かってくれたら、ね、面白かった。そうですね、やっぱり自分にできることって何だろうって言った時にやっぱりこう、ある種伝えるみたいなねことしかできないなって、何も芸持ってないんで、だから、つなげていかなきゃなと思ってます。すごい迫力でね、ですね、この映像
見てても引き込まれますけど、そうですね、生で見たらすごいだろうね、多分鳥肌ずっと立ってるんでしょうね、あの踊りも本当に気持ちで踊ってるっていう感じが伝わってきますよね。毎回違うんですもんね、踊りの振付師がいるわけですから。そうなんですよね、自分の直感力というね、読み語りってまたね、ちょっとこう、浅野さんがやるとこういう世界になるんですね。そうですね、本当に身一つでやってるという感じがしますけど ね、はい、さあ浅野さんが読み語りを始めたのは2003年ということですけれども、実に様々な場所で、今回はまあ60年に一度の平成の大戦後を迎えた出雲大社でということでしたけれども、こちら一部まとめてありますのでご覧いただきたいと思います。このようなところでやってらっしゃる、もうこういういろいろなところでやられてるんですね、はい、あの被災地の宮城でもやられたの、塩釜神社でもやられてるということですね。90カ所以上、はい、そうなんです、全国90カ所以上の神社や世界遺産9所名跡で講演をしてらっしゃると。あ、じゃあ頻繁にやられてるってことですね、10年でも、ね、はい、90カ所行ってるってこと、今までこういう活動されてること知らなかったですよ、ね、はい、あ、そうですね、その活動が認められまして、2008年には國學院大學の客員教授にも就任しているということで、授業で、まあ、簡単な読み語りをしてみたり、まあ、解説をしたりということをされているということです。魂のことですからね、パワーもすごい使うでしょうし、ね、うん、この大女優さんがやってるっていうのはまずすごいですよね、生で、そうだね、うん、ね、子供まで伝わるっていうのは、ね、そうだね、お客さんも見入ってて ね、 そうですよね、子供から、ね、お年寄りまでっていう、ね、今一部聞いただけでもすごく分かりやすくされてるような感じがしましたもん、ね、現代語訳に、ね、近い感じですよ ね、 ね、はい、浅野さんがアレンジというか分かりやすく、浅野流にって言ってましたもん ね、 ね、はい、きっかけですね、春菜さん読みが語るとしたらどう、読み語るとしたら、あ、春菜が読み語る、うまいよ、うまいよね、桃太郎、うん、もういいよ、大丈夫、90カ所回りますけど、大丈夫、大丈夫です、今の佐野さんが悪い、あ、佐野さんが悪い、